コウキさんは大韓民国カン関ンド春戦士出身のサッカー選手。ポジションは FW。イングランドプレミアリーグルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 所属。韓国代表。ホコスティーラースの下部組織出身で、2014年にレッドブルザルツブルクのリザーブチームでキャリアをスタートさせた。2018年8月31日。 2. ブンデスリーガのハンブルガー SV へレンタル移籍。ブンデスリーガから降格し、1年でのトップリーグ復帰を目指すハンブルガーの切り札として期待されるも20試合にゴールと不発に終わる。2019年、レッドブルザルツブルクに復帰。欧州チャンピオンズリーグリバプール戦で、プレミアリーグで55試合連続でドリブル突破を許さなかったフィルジルファン。 ダイクのタックルをかわし、強力な右足シュートでゴールネットを揺らすなど、1ゴール1アシストの活躍を見せた。サッカー統計サイトのフースコアード .com はファンヒチャンにチーム内最高、採点の8.2を与えた。また、欧州サッカー連盟は、ファンヒチャンが UEFA 年間最優秀選手賞を受賞した、ファンダイクを完璧に騙した。 アンフィールドで視線を釘付けにしたのはファンヒチャンだったと絶賛した。2020年7月8日、RB ライプツヒと5年契約を締結した。2021年8月29日、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC にレンタル移籍することが発表された。同年9月12日に途中出場でデビューを果たすと81分に貴重な追加点を決め鮮烈なデビューを飾った。 リオコリンを戦う韓国代表に選出された後、ワールドカップ最終予選を戦う韓国 A 代表にも招集され2016年9月1日の中国戦でデビュー。2017年6月13日の同予選カタール戦で代表初得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップに3試合出場。2018年アジア競技大会男子サッカーに出場し、 優勝により兵役免除の運転を受ける。ウィキメディアコモンズには、後期さんに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。